海外版、ファミリートレーナー、パワーパッドファミリートレーナーは、バンダイが1986年に、ファミリーコンピュータ向けに発売した、体感装置。日本国外では、パワーパッドの名称で発売された。ファミリートレーナー用に発売されたタイトルは全部で10、タイトルある。付属のマットを利用して、テレビ画面の前で実際に足踏みしたりジャンプしたりする、ことで操作する。 その操作方法は、集合住宅や家屋の2階などで利用する場合、室内が大きく揺れたり騒音になったりすることがあり、また場所を取ることもあって、日本の住宅事情に即してみると実用的な利用は困難な家庭が多かった。そのため、足ではなく、両手でマットを叩くなど工夫している家庭も多く、存在していた。2008年には、バンダイナムコゲームスより、 約20年ぶりの新作、ファミリートレーナーが w i 用として発売された。同作は2009年1月に全世界で販売本数が100万本を突破した。2009年に発売されたファミリートレーナーにも全世界で60万本を記録している。また、w i i 版ファミリートレーナーはバンダイナムコゲームスのファミリーシリーズのラインナップに加わることになった。2020年には バンダイナムコエンターテインメントよりファミリートレーナーがニンテンドースウィッチ用として発売された。ジョイコンよびレッグバンドによるプレイでマットは使用しない。は日本のみで発売。それ以外のタイトルは日本国外でも発売された。は日本未発売。いずれもバンダイ発売。ソフトの開発はヒューマンが担当した。バンダイナムコゲームスバンダイレーベルより発売。 ソフトの開発は主にハンドが担当している。バンダイナムコエンターテインメントより発売。ソフトの開発はビーバンと同じくハンドが担当している。ありがとうございます。